やら間に合ったようだな。名古屋港に集まってくれたみんな、今夜は待ちに待ったクリスマスイブじゃ。一年に一度だけわしが世界中を走り回る大忙しの夜じゃ。クリスマスの朝、みんなをびっくりさせるためにな。みんなはどんなプレゼントが欲しいのかな。おっと、そろそろ時間じゃな。それではみんなを昔昔の物語へ招待するとしよう。トナカイのルドルフ、準備はいいか。はい、サンタさん。みんな準備はいいかい。では出発。10秒前。Thank you.
ある町の外れに大きくて立派な教会が建っていました。人々はみんな熱心に教会へ通っています。ところがその教会の鐘の音を聞いたことがある人は誰一人としていなかったのです。今年もいよいよクリスマスが近づいてきたな。今年こそあの鐘の鳴る音が聞けると思うかい？そうじゃな。わしは生まれてこの方聞いたことがないかな。どうせ今年の贈り物も気に入ってもらえないんじゃないか。じいさん、今からそんな弱気でどうするんだ。さあ、頑張って贈り物を探して教会の鐘を鳴らしに行こうじゃないか。そうじゃな。お前の言う通りだ。今年こそは鐘を鳴らそう。
ねえ、お兄ちゃん。どうした、アンナ。もうすぐクリスマスだよ。今年はどんな贈り物を持って教会に行くの？アンナ、今年こそあの鐘の音が聞きたい。そうだな。実はちょっと考えがあるんだ。本当に？でもお家には持っていくものなんて何もないよ。大丈夫、アンナは心配しなくていいから。クリスマスが来るのを楽しみに待っていて。うん。そう、この町にはクリスマスの夜、素晴らしい贈り物を持って教会に行くと鐘が鳴る、そんな古い言い伝えがあったんです。町の人々は毎年毎年、今年こそは鐘を鳴らそうと、それぞれが贈り物を持って教会に集まってきます。Oh.
君たちが困っているのを見つけたんだ。そうなんだ。おばあさんが倒れていてとっても苦しそうなんだ。アンナとお兄ちゃんの服をかけてあげたんだけど、まだ手がとっても冷たくてお返事もできないみたいなの。サンタさんお願い、おばあさんを助けて。わかった。いつの間にか雪も吹雪となり、町の店も閉まってしまいました。アンナとルドルフは一生懸命お店の扉を叩いて回りました。
おばあさん、どうしてこんなところにいたの？教会に行く途中だったんだけど、急に具合が悪くなってしまって。教会に行くの？じゃあ僕たちと一緒に行こうよ。ああ、ありがとう。でももうクリスマスのお祭りには間に合わないんじゃないかい？今年こそ鐘の音が聞けると思ったのに。なに、君たちこのソリに乗りなさい。教会までひとっ飛びじゃ。本当？サンタさん。ああ、本当だと。やったー、ありがとう、サンタさん。すごい、人がいっぱいだ。みんな立派な贈り物を持ってきているね。それに比べて僕たちは。でもいいんだ。さあ、僕たちもみんなのところへ行こう。集まりの皆さん、今年も恒例の儀式の時間がやってまいりました。果たして今年は鐘が鳴るのか。司会進行は私シップです。よろしくお願いします。では最初の方どうぞ。私はこのダイヤの指輪を贈り物にするわ。私のたくさんいるボーイフレンドのうちの一人がプレゼントしてくれたものなの。また彼に買ってもらえばいいから。彼は神様にあげる。残念でした。
た。俺はこの町で働くバーテンダーさ。神様だってクリスマスにお酒ぐらい飲みたいんじゃないかなと思ってさ。こういうの見てない？俺の作った特製カクテルで酔っ払っちゃって。残念。では次の方。今日のために必死に探してきたお花よ。綺麗でしょ。お隣の庭に咲いていたから黙って連れてきちゃった。あら、いけない、聞こえちゃうわね。はい、残念。では次の方。これは僕が赤ちゃんの頃買ってもらったイルカのぬいぐるみ。大好きでいつも抱いていたんだって。これを贈り物にします。もう僕大きくなったからいいらない。残念でした。では次の方。王様のおなーり。皆の衆、私が必ずあの鐘を鳴らせてみせようではないか。これは我が王家に代々伝わる黄金の冠である。これを贈り物として差し出そう。さあ、私に命を与えたまえ。そうじゃそうじゃ。さあ、もう帰ろう。皆さん、この素晴らしい兄弟に拍手を送ろうではありませんか。さあ、この素晴らしいクリスマスを皆さん一緒に歌って祝いましょう。We wish you a Merry Christmas.
ほっほっほ、メリークリスマス。クリスマスプレゼントをあげよう。本当？名古屋校のみんな、聞こえるかい？実はな、これからアンナとヨハンに花火のクリスマスプレゼントをするんじゃが、ちょっとみんなにも手伝ってほしいんじゃ。わしの掛け声とともに光を頭の上に灯してもらいたい。ああ、光るものなら何でもいいんじゃ。ろうそくとかマチとか、そうじゃな、スマホなら持っとるな。それでは準備はいいかな。3、2、1、今じゃ。また来年会おう。いい子にしているんじゃぞ。